はい、ベンでーす。うららでーす。チャオポヨーや。チャオポヨー。一年ぶりのチャオポヨー。恒例のね。恒例のね。一年で締めくくりね。去年、去年、去年年末は忙しくて来られんやったけんが、これお正月やったよ。あ、そうやね。じゃあ年末来る予定やったけど、私がコロナになったとよ。コロナお正月で。大晦日からやった。大晦日からやったよ。あれ？いや、なんかそうやった。うん、去年ね、2人が合わんかった。そう、忙しかったけん、私だけ来たもんね。そうそう、2人がギリギリね。そうそう。年越して、でっていうことで。で、お正月、うん、その年越して来る予定がコロナになって、うんでも撮ってるやん。あれ、いや、そう、1月下旬ぐらいやった。下旬ぐらい来たっちゃない？うん。そして、はい、9月から10月、私がなってコロナに。コロナに、はい、おめでたく。で、なるこの始まり。はい、私は年に2回もかかりました。2回すごいね。うん、ね。もう免疫、ね、もう免疫バリバリバってね。どうやらインフルが流行ってるけんね。かかってしまった。1ヶ月くつかった。インフルもなったの？インフルやったら。コロナね。コロナくつかった。ダウンさん大丈夫やった？お母さんも。全然大丈夫。待って、メンタコを見るとそんな見てよ、まずこのさ、このお洋服、お揃いですっていうのも、はい、500円です。値段言わんでいいよ。ちょっと、ほら、ドンキで500円。ドンキで500円。夢マートに行ってきたさ。はいはいはい。ちょっと楽しかったね。楽しかった。スーパーでしょ。だってほら、スーパーさ、でほら、あのクリスマスイブ券さ、ブワーって食材のわけよ。そっと楽しかったね、ケーキいっぱいね。ねえ、待って、ちょっとお昼食べ過ぎたけど、全然そそられんかったガストでハンバーグ食べ過ぎた。ガストで。いや、ちょっとさ、すぐ話変わんね。ちょっと洋服のことまた痛かったやん。そうですか。ね、私は主役よ。そうそうそう。ドンキで500円。500円。で、もしね、行ったらあるかもしれないけど、これもう早々買ったっけ、9月ぐらいに。行ってあったらラッキー、ね。ラッキー、そうそう。あ、9月にも買ってたって。9月、10月ぐらい買ったっけ。で、今日初卸し。寒くなったからね。そうそう、初おろし500円ね。ね、初おろし1000円以上買い切らんもんね。貧乏家計ね、我々ね。でね、もうね、気持ちいい思いしながらね。またちょっと大きくなくなってる。500円に見えないね。見えないやろ、可愛いやろ。可愛い可愛い、うん、ベンチャーもほら、あの似合うやろ。長い毛、手足がね。うららも似合う、似合う。似合うよね。そんなせ、すぐ言うもんね。顔と見せちゃらんでもらう、イケメンのほら。イケメン。ほい、11歳でーす。そうや、二人とも今年11歳よ。11歳。どういうこと？ジジイとババアです。11年来てるわけ。そう。毎月毎月。毎月飽きもせず。すごいよね、考えてみたら。うんは何歳でもらったの？うららは2歳やったよ。もらったって言い方いかんねんちょっと。お迎えした。もらった。2歳もなってないやろ。いや、2歳なってたと思うよ。なってたっけ、うん、最初の歳は3。3人産んだというね、そういえば。そうそう、1回お産してね、ちょっといいって言いませんで。この人は半年ぐらいで捨てられた。いや、8ヶ月ぐらい捨てられたよ。捨てられた。8ヶ月ぐらいうちにいたね。拾ってやったさ。あのプラザに乗ってた。そうか。懐かしかね。2回電話して大学生取られたけんね。3回目でもう1回電話して、あれだったらもうご縁のなかったねと思ったら、諦めようと思ってね。ご縁があったね。あったね、ベンちゃんね。うん、前見らんね、2人。それがもうだから前、約10年前10年前、ね、早いね。すごいね。お迎え行った時からさ、もうなんか大人数できたやん。大人数できたやん。そう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 。ママがおってから、あら、懐かしい、パパのおったやんね、うん、お父さんやったから。お父さんのね、ね、車でね、そうやったね、うん、で、なんか嫌やったもん、犬をお迎えすることが、私は。なんで？なんか、要するに、もう、最初のね、ワンちゃんたちが亡くなって、結構たっとって、なんか嫌で、なんか福岡に買い物会とって、なんか、えらい電話あるけん。そう、ベルトケットって。そうそうそう。だなんかもうめっちゃもうなんかあんがお前好きいらんみたいな。違うね、違うね、そがんね、そがんじゃんね、そがんってね、そがんやったけど勝手にね、話進めなかった。ヘラさん、なんかやっぱアワギさ、ピンってきたわけよ、ピンとね。アワギね、やっぱ可愛いかやん。そうね、ね、うんうん、今ではこんな状態よね。やっぱりそれ違う、愛犬がなくなったらさ、やっぱりもう二度と買わんと思うわけよ、あの、ね、辛いもんね、辛くて毎晩泣いてさ、枕濡らして、この人が大丈夫って一緒に泣いてね、前の疲労の時はね、うん、そういう時さ、3年が経ってもさ、心の子は生まれんわけよね。うんうん、このね、愛情というのはね、やっぱりこう、犬しかさ、
ね、この愛はこう埋めてもらえんわけよって思いよった時にちょうどベンちゃんがベンが登場した、うん、その前にもね、ほらあ回ったね、結果ちょっと欲しかれて回ったわけよ、うん、で、シュナウザー欲しかったもんね、うん、お迎えにシュナちゃん最初の頃シュナちゃんカットされてたこれなんでかっていうけ、ほら長かったけ、ほら長いやろ、うん、長いけんちょっとシュナちゃんの方が手足が長いけんね、うん、ちょっと大きめの子がいい、大好き、大きめが好きさ、ね、シュナちゃんも、シュナちゃんなんか淡いと思うね、しのちゃん、しのちゃん自体はいなかったよ。いや、一回ほら、なんかあったっけ、アイラペットかなんかで、ほらそいつは、それも陽気よ。陽気やったっけ。陽気やった。じゃあ、あのおばちゃんとこ、あのおばちゃんとこ、おばちゃんのちゃんばったらね、なんかね、じゃあどうぞって、おきんさんに、しのちゃんやん、しのちゃんやったっけ、しのちゃんやった、なんかさ、もうブルブル震えとさ、なんか歩ききらんっていうか、なんかビビっててるか、なんか、あ、大丈夫か、なんか、なんかピンとこんかったねで、その後にその後すぐやなかったよ。で、その後も全然もう、もう全然縁がなくてやったね、よかったねもう、よかったね、なんか来たね、なんかね、ウーララの時は、俺からそう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 、だってもう話来た時はさ、女の子をお迎えするなんてと思って全部ピンクのもの買ったね、うん、それでその時初めて、その時の冬に買ったなんかあるんよ、スウェットのピンクの、それ家で着せてるけどめっちゃ毛玉だらけけど、あれはね、ちょっと缶桶の中に入れよう、缶桶の中で、まだこんなに元気で、でも今思い出したらゲーム磨いてきたよ、してないのほら、うんこ、うんこ、微妙よ、微妙よ、あれもっとすごかった、もっと、もっと、うんこ、へー、あ、ちょっと下がして、うんこ、ブサイクやろうが、ブサイクやろうが、歯が、歯が、歯がないのがバレるけど、もう一回して、して、して、大丈夫すごい、これをゲーというのがすごい、ね、うん、うまい、ベンもなんかせんね、ベンや、ベン情けない顔で、情けない顔365日情けなくて365日ぼーっとしてる、ね、ぼーっとね、ますます磨きかかってるね、10度こだつむし寒がりやしね、うん、寒かったしね、最近ね、うん、この人がこたつにこの人が入ってるさ、あのうちはこの人が入った時ね、うん、入るんですよね、はいって言うけど、で私たちもね、足もいるだけで、はいって言うんです、もうね、そのなんかわがままさー、多分な毎年言うと思うけど、年々やっぱすごい、うらら様けん、うらら様、うらら様、私が天下けんね、うん、うん、ね、そうやろ、うん、それがもう11歳ね、11歳、だけど来年12歳よ、来年12歳、うららが5月、ベンが11月、そうそう、いいってそのつつみらんで、みらんでいいって、誕生日でね、年に2回でケーキを食べるけ食べるけどね、もうそりゃすごかったでも争奪性やもんね、今年のベンのさ、この間の誕生日でくらい動画送ったやん、あんな感じやったやん、た次の日にもめっちゃダメやった、お腹が、そう2匹とも、やっぱダメもんね、なんかもう年々そがんないよね、普段食べないもん、うんうんうん、年々ね、仕方ないよね、うちの子もさ、お産の終わった後とかに、うん、もう前、昔やけどね、うん、頑張ったけんと思って、ちょっとごちそうみたいな、したらお腹壊すもんね、いつもとやっぱ違うけど、いや、あいかんなと思って、うん、ちょっと足すぐらいにして震えて食べたっけね、こーってね、そうそうそう、周りの子、おいしさ、嬉しさと大丈夫、嬉しいよね、美味しいもんね、美味しいのね、今日何食べる、まあ、食べることで頭いっぱいもんね、じゃあ、すき焼き野郎さんも書いて、うん、すき焼きね、今日はね今日はな、今日はね、私たち、私は蓄えとけばけど、別になんか、今年なんじゃなかったもんね、普通に平和に過ごした、うん、別になんちゃら、あ、それが一番やん、ね、今年初めて親子でドリカムのコンサート、あーそうやった、コンサートワンダーランドに行ってきた、8月、あ、違う、あの後にほらこのようになった、あ、そう、そうやっけ、8月下旬、うん、結果一緒にそこに行ってもらったかもしれんね、コロナ、あーそうやね、そうそうそう、あ、今思い、もう美和ちゃんよかったね、すごい、うまいもんね、うまいとか言うの、めっちゃ踊るんよ、知らんくて、うん、俺ね、もう女性歌手で一番日本でうまいのは俺、うん、ドリカムのあの人と思ってた、いや、すごかった、すごかった、だって天井からよ、うん、ひゃー
ってね、ね、そう飛んできたけんね、飛んできたみなちゃん飛びよみたいな、すごかったね、感動も、そして息切れせんでずーっと最後までさ踊って歌うわけよ、うんうんうん、だってもう 50? え、62くらいやってる、うん、え、俺同級生違うかな、いや、知らないちょっと調べていいやちょっと、え、絶対ね、もうこの年でって言ったもん、うん、そうそうそう、愛も行ったもんね、私愛も行ったよ、本当に、うん、佐賀に、あ、佐賀に来た時俺ね、うん、チケット取ろうとして落ちたんや、それがね、取っとないんださ、回ってきたと行きませんかって、ラッキー、マジで、うん、俺行きたかったけん、あ、よかったよ、申し込んだけどね、落ちたもんね、うん、チケット取れんやった、ビーズも取れんやったし、ね、あ、ビーズも行ったら行きたか、みんな行ったっけやっぱり、じゃあ58歳よ、あ、そう、吉田美は50になかったっけ、58よ、ちょっといかんじゃなか、私たち私いや、だけ次のワンダーランドが4年後け、60過ぎとっけ、もうないよねって、ほら、そうそうそう、いや、ワンダーランドといや、すごかね、もういや、全然私ね、あの目の離れとって、わ、ちょっと無理と、ジャコママ近いやん、歳近いだけ、浮かとって言ってなんだ、これでワンダーランドだよ、だけ、あ、あ、言うた、あ、あ、何やか年末ですが、ほんとクリスマスやですよ来年空飛ぼうあー、そっちか来年空飛ぼう、ちょっと皆さんにどれほら目離れとっけ皆ちゃんやほらちょっとほら、目離れとる離れとって言わんでよ、ね、ね、ひどこよね、ちょっと皆ちゃんにどれやんか、飛ぶよ、私もそしたら飛ぶ、ヒロミ号は今年は行ったさ、あ、行った2回ってね、こっち行ったっけ、2月と、うん、2月と、それはコロナの時に9月月2回行った、うん、ピロリロン2回行って、ドリカム行って、あに4回も行った、結構行ってる、来年ぐらい、歌舞伎ぐらいの行ったことで、歌舞伎とか相撲とかね、歌舞伎行きたいね、行ってみたかね、ほらやっぱ来とったよ、中村さん、あの小倉に、毎年来るよ、小倉に来る、小倉に来る、まあ、なんかじゃなんかその小倉にその、あの平成中村さんを作るんよ、なんとかと、いいね、でも楽しみ、そういうのがさ、年に何回かあったらさ、そうそうまたお嫁にから行くあ、この日の方が大きいよ、騙されてないよ、騙されてないし、先にはわりない、先にも会ってないし、お金も取られてる、取らないなんてね、なむのかね、なむのか、そういう意味で、本当に引っかかるぐらいないというかあーちょっと微妙にこうねあれって、なんか違ったかなっていうこともなかった、うん、なんかコロナ2回になり、うん、ねなんか、なんとなくみわちゃんの中でそうそうそう、あ、みわちゃんよかったね、そうね、これ、うん、でいつものようにお酒を飲んでたら1年過ぎちゃった、みわちゃんよ、ほらまた来年の目標やね、来年の目標ね、何も変わらんじゃん、きっかけからやっぱきっかけからよね、きっかけからね、きっかけを何かどうぞ、面白いな、こっちの話が、ほら何回52歳の親父はとか、同級生、ほら52歳、52歳の親父って言われてさ、そんな死にかやんね、死にかよね、死にかよね、そりゃそうやけど、そりゃそうやけど、そりゃそうやけど、ほら52歳の親父で、あ、めっちゃめっちゃダメダメダメ、いいよ、どうしたがいい、したがいい、え、まあね、私がまずは出会いから、出会いからね、うん、いや、今日なんか全然話変わるけど、ね、メールめっちゃこん、大丈夫、なんか私めっちゃ今フィッシングメールに来るんよ、詐欺メール、そ、詐欺につなげたけど、うんうん、来るよ、ね、あれさ、なんで来ると、やっぱ漏れたと、漏れる、個人情報が、どうやって個人情報とかさ、鼻水ないよね、あってないようなもんじゃないのってことはさ、アドレスを漏れとってことよね、うん、あれ、あ、来るよ、ホットペーパーしてからちょっとちょこっと、あ、来るやっぱりホットペーパーかな、なんかね、よく、俺よく来るのがね、アマゾンとかの、なんか、うん、更新が必要ですみたいな、で、じゃクリック先みたいな感じ、そうそう、ね、もう開きもせんけど、もちろん絶対せんけど、で、使いよらんカード会社と、うん、あ、そうそうそう、ね、で、コカンともっとらんし、もっとらんであとね、ETC の更新してるから、やっぱみんな来るたよね、いや、なんか今日なんか今まで全く知らなかったけど、クレジットカード関係、そう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 、持ってないのに、持ってないのにってね、全然違う、 ETC、 そう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 、アマゾン、アマゾン、そう、アマゾンも来るかな、あとね、うん、抱っこしてほしい人を、宅配便で伺いましたけど、うん、あ、留守だったのでお持ち帰り、よくやん、うん、これな、ドアンセンバっていいよもんね、いつもね、よく来るね、
いやいやいや、ありえんけ、うん、サロンでないし、のあれがね、めちゃめちゃね、最近また話変わる盛り上がって、立ち上がったら画面に入っとる盛り上がって、盛り上がって、盛り上がって、もう白黒状になっと、うん、ほら自由すぎるやん、自由すぎる、自由です。どう、ね、じゃあ、そういうことで ね、今年もお世話になりました。お世話になりました。来年も ね、よろしく元気にね、お願いいたします。はい、皆さん良いお年を。ごきげんよう。お世話になりました。良いお年を。来年も元気にね、元気にね、連れてきてください。12歳の年ね、元気元気ね、生きて、生きとってね。じゃあみんな良い年にしましょう、しましょう、はい、良いお年をお迎えください。ではでは、ではでは、バイバイ。そう、今見たら美和ちゃんに目似たよね。何のこと言う。